華麗なる腕時計の舞台裏、売れっ子芸能人たちのステータスと投資の象徴。勢を尽くしたライフスタイル、輝かしい成功、そして大胆な投資手段。売れっ子芸能人たちが身につける高級腕時計が、今や彼らのステータスの象徴となりつつある。 一流の女優である川口春奈が、764万円相当のオーデマピゲの腕時計を誇示するなど、芸能人たちの高級腕時計愛には深い背景が存在する。芸能人たちの高級腕時計愛が一気にクローズアップされる中、その背後に隠されたストーリーが明らかになってきた。 川口春菜の新作王でマピゲの腕時計は輝くダイヤモンドに彩られ、764万円の価値を持つ。時計コレクターの間でも熱望の敵となっており、将来的にはプレミア価値も見込まれている。彼女は過去にも100万円を超えるローレックスを手首にまとっている姿を披露し、腕時計への愛着がうかがえる。 川口春奈は数々の CM に起用され、数千万円に上る年間契約料を手にしている。その収入を背景に、高級腕時計愛は驚くべきことではないだろう。一方、ジャニーズ事務所を退所し、新たなステージに踏み出した平野仕様も、その腕時計愛で注目を浴びている。850万円以上の価値を持つダイヤモンドが輝くロレックスの、 デイデイトを身にまとい、彼の新たなる始まりを象徴している。高級腕時計への情熱は、時として単なる贅沢とは異なる側面を持っている。近年、高級腕時計は、投資対象としても人気を集めている。特に、オーデマピゲやロレックスなどの人気モデルは、希少性が高く、入手が難しいため、市場価値が低下を超えることが多い。 世界中でこれらの高級ブランドの腕時計を資産運用の一環として活用する実業家や資産家も増えている。この新たな時計投資のブームは華やかなジュエリーよりも腕時計が身につけやすく、さりげなく個性を表現できることに由来しているとも言える。 川口春奈や平野仕様のような売れっ子芸能人たちは、高級腕時計を身にまとうことで、自身の成功とステータスを誇示する一方で、派手すぎず、カビすぎない印象を残すことに成功している。芸能界での競争が激化し、成功を収めることは容易ではない。だが、川口春奈や平野仕様のような成功者たちは、 自分自身を磨き上げ、その成功を称えるシンボルとして高級腕時計を手にすることで、その道のりを象徴しているのだ。輝くダイヤモンド、成功なメカニズム、時を刻む美しさ。売れっ子芸能人たちの腕時計愛は、成功と情熱、そして投資の意欲を融合させたものだ。 今後も彼らの腕時計選びは注目を集め、その輝きは彼らのストーリーと共に歩み続けることだろう。